クラッシュエヴァンジェリスト石川直です。クラッシュ138 This is クラッシュ、この企画はですね、僕が選んだ、その一番輝いた MVP の選手にインタビューをしていく企画です。今日の MVP は、メインイベントで、寺島ひかる選手を KO で破って大外越えに成功した佐々木大蔵選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう今日の試合で3度目の防衛、そして10連勝を果たしての今日ね、素晴らしい試合でしたね。ありがとうございます。今日ね、僕が佐々木選手を MVP に選んだ理由はですね、はい、1、2ラウンド目いつもよりも思うようなリングじゃなく、はい、寺島選手の研究というかフィジカルというか、はい、にうまく試合できなかったところで見事3ラウンド目、はい、KO を果たしてくれたところを評価してのMVP です。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に1、2ラウンド、うん、まさかのもう自分がしたいことをできない。やっぱりまさかのだったんだ。そうですね、やっぱりああい こうテクニックある部分は知ってたので、うん、そういう策は練ってたんですけど、うん、なかなかこうラウンド間で詰め切れないっていうのが、うん、1、2と、うん、自分が思ったよりも続いてしまって、うん、で2ラウンド終わって、インターバル中に、うん、もうセコンドの方には持たないと、うんうん、もうここ取られてるからっていうことだったんで、まあ、自分自身もそれのように思っていたので、もう行くぞっていう感じで、珍しくというか、うん、3ラウンド目にエンジン全開というか、まあ、今までにない自分を出せたのかなと。引き出してくれたのはね、やっぱりこう寺島選手なんで、うん、本当に、寺島選手なしでは今回のような、うん、試合展開にはならなかったなと思いますね。頭を使って、ね、完全に佐々木大蔵攻略作戦を遂行してたんだなと思うんだけど、はい、それがね、この先どうなるかな。僕も2ラウンド目ちょっと向こうペースになってるなっていう気はしたんで、はい、うん、ここでどういう風にいくんだろうと思ったら、はい、ああいうスイッチに入った。そうですね、あとね、最後お聞かせてもらいたいのは、まだお前10連勝して、はい、もう3年負けなしでいて、はい、でもまだまだ強くなってる自分がいる確信をしていて、はい、でファンのみんなもまだまだ強くなるだろう、佐々木大蔵に期待していて、はい、その秘訣って何ですか？やっぱりこの格闘技をやる上で、うん、やっぱりこう一人ではやっていない、うん、もうたくさん周りの方が支えてくれるからこそ今回のリングにも立てたっていうのが自分にとってすごい力となっていますし、やっぱりリングに上がれているっていうことを実感していて、やっぱそれを返していくのは成長していく自分の姿っていうもので返していきたいっていうのが一番の、力になってますね。はい、ますね。本当に感謝と謙虚っていうのはね、本当にね、選手ってキャリアを重ねれば重ねるほどそのね、はい、ありがたみを感じてくると思うので、いや本当にまさにそれを体現してくれているのが佐々木選手かなと。本当にいつも石川さんにこうやって解説もしていただいて、本当にスタッフ一人一人がいるからこうやって興行できてるんで、本当にもう一人かけてはダメだなという思いでリングに僕も立たせてもらってるんで、今後もそこは変わらずにどんどん、そういった感謝の気持ちを持ちながら自分も高みを目指してやっていきたいなと思います。これからも期待してます。これ僕からの気持ちなんで、ありがとうございます。防衛おめでとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。最後もう一回一言、ファンの皆さんにぜひ。はい、本日は、ご来場いただいた皆様、そしてアベマ生中継ご覧になっていただいた皆様、ありがとうございました。無事、3度目の防衛、そして10連勝することができました。本当に一人では、このリングに立てません。たくさんの方がいるからこそ、自分が生かされていると思っています。それを返していけるのはやっぱりこう自分の成長で返していく、そんな姿を、見せていきたいと思います。次は9月11日山本哲也選手と横浜祭りで K1 王者 VS クラッシュ王者、どちらが強いのかはっきりさせられる試合を山本哲也選手とできるように
願っておりますので、今後ともクラッシュそして佐々木ライズを、ご期待ください。クラッシュ138 This is クラッシュ、いかがだったでしょうか。今日もですね、オープニング第1試合でね、あのひろき選手が新しいファイトスタイルをしっかりね見せてくれて、見事な KO で幕を開けて、そこからですね、あのセミファイナルでは横山選手がですね、トーナメント決勝戦で負けたところのさらなる進化で、3回ダウンを奪って、石田選手から3回ダウンを奪って、メインが佐々木大選手がね、しっかりとまた9月の横浜祭りに向けてのストーリーを作ってくれるっていう日なででした。いやー、毎回クラッシュはストーリー、ドラマは生まれます。でまた次回の This is Crash お楽しみに。